香港チャンネル。ですね、テレビの世界で AD と呼ばれる職業が、まあ、ご存知ですよね、大門さん、アシスタントディレクター、はい、その呼称をですね廃止しようじゃないかというなんか動きがあるらしくてですね、おな呼び名を日テレはですね、昨年末に局として正式に AD という呼び方を廃止しましたと。アシスタントとついているとどうしてもかつてのなんかしんどいとか大変だとかイメージが消えないため名前を変えて局員の意識改革を図ったのですと。でこれまで AD だった人たちは若手ディレクター、略して YD ヤングディレクターと呼ぶことになりましたと。業務内容はほとんど同じですと。あ、内容やろ、AD と一緒やねん、はい、AD をなくすんかなと思ってびっくりしたけど、はい、アシスタントディレクターっていやアシスタントっていうの、っていう言葉も、ほんだらもう、地上からなくせえや。ね、そうやろ、女性の方も、アシスタントって言う、はい。番組アシスタントとかね。言うとあかんや、うん、な。だから、俺思うけども、AD が仕事つけへんっていうか、うん、いや、申し訳ないけども、テレビ業界が、衰退していってんねんって。うんうん、ほんで、テレビ局に人は行けへんで。うん、で、行くにやったら、自分らの好きな特化してる。ネットフリックスとか、ね、俺やり手バリバリのディレクターが悩んでたもん。それは今テレビをやってて、うんうん、いやもうネットフリックスの方に行こうかなと、うん、やめとけやめとけって言うて、才能あるから行くんやなと、まあまあ、いやおもろいやつで、まああなたも知ってる人間やけど、ほんまですか、だから若手ディレクター、ヤングディレクター、YD。いやいや、もう、何やの。もうほんだらもうみんな D でええやん。ディレクターでね。ほんだらフロアディレクターも、ほんだら、フロアディレクターはええの。フロアディレクターはいいんじゃないですか。その、AD呼び名が故障っていう、呼び名が嫌って、それはイメージが悪いって。イメージが悪いって言ったって仕事内容変われへんやろ。はい、まず、仕事内容変えたりやっていう話や。うん、はい、だから結局は YD って言われても、うん、ね、ディレクターになれへんかったら、うん、でもディレクターもしんどいぞそうですね、そやろ、だ AP どないすんのね、アシスタントプロデューサーってね、立ち位置でどうすんの、分かってちゃうやん、分かってちゃいますね、確かに、そやろ、はい、そんなことも考えて、俺らもうほんまにもう何やろうな、呼び名を変えたら、うん、とかだから、うん、その看護師に変わったやん、看護婦さんからね、なんでなんて、はい、もういいやん、うん、そやろ、ほんであれ府長ってちゃうの市長さんなんですかね、どうなんですか、そやろ、ややこしいやんけ、はい、何々区の病院やのに市長そやろ、そういうこともあるから、いや俺は AD で、ほんで AD っていうことっていうのはアシスタントっていうことをやっていって、うんうん、教えてもらうねんから。そうですね。だから若手でもええよ、別に。若手 D って、YD じゃなく若手っていう、いうふうにしたらええやん。そうですね。はい、若手さん。もう若手さんで。なあ、うん、そっち、YD、もうほんなら、YD はもともとは AD って呼ばれてたんですよって言うやん。そうですね。これがまた10年後、YD はちょっとイメージが悪いからまたなんか変えましょうみたいな。一緒のことですもんね、そうそうそう、言うたら。あ、もうええと思うねんよな。AD、D。そうやって、ほんならな、J1、J2 もやめるやん。はいはい。そやろ。うん。ほんで JFL とか。ああ。ほんならもう呼び名っていうのはあるやん。うん、そういう。この出世魚じゃないけどな、はいはい、そんなだってもうほんだらしらすかって言うたらあかんで全部変わっていくやろ、だから何ディレクターのアシスタントやからっていうの で, そ う, ですよ、ね、そういうふうに言うてんから、うん、それでええんちゃうって思うんだけど、ほんならこれあれ、日テレがそれで、はい、あとは他局もなんか違う言い方にシフトしていってるみたいなんで、なんかサブディレクターみたいな言い方するところもあるみたいですね、サブ補欠やろスーパーサブって言うやん、はい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 、な、うん、補欠のな
スーパーやでって思ったら、それも嫌やん。俺、スーパーサブってすごい嫌な言い方やん。控え選手でええやん。まあ確かにね。うん。いや、だからサブディレクターって言ったら、控えディレクター。まあそういう意味。控えてんね。なんやろな、みんなもう Y でええじゃん。若手 D で Y。Y ね。うん。俺、読売のディレクターかな。まあそうね、うん、YD って言ったらね。YD ってな。吉本のディレクター、うん、そう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 。だからそのな ND でええんじゃん、日テレのディレクター、あーでも若手じゃないか、ID、だからサブディレクターの曲によって YD ってでも AD さんでも、うん、結構30超えた AD さんもまあいてるわけじゃないですか、私だね、そうなんだ、おりよ、おりよ、びっくりするびっくりするぐらい年いってるな、せやんって、ほんで手伝いに来てる人もおりやん、はい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 、しておれへんとかな、ほんだら、あの、助監とかもあかんの。そうですよね。映画の世界とかでね。映画の世界でな、あの、なんか言えん、制作とか衣装部とかな、うん、あの、部署とか、また呼び名ちゃうやん、はい、な。だから、いや、それはもう、どこな、もう、まあ、ええけどな、は、YD でも AD っていうことやねんから。うん、まあ、そのね。ただ、仕事内容一緒やねん。一緒やねんやったらね。うん。じゃあ、AD っていうのが、なんか、引っかかんの。なんかその AD っていう多分もうイメージ付けられたもんがもうなんか差別的やみたいな。なんかもうしんどいとかっていうこうずっと続いてきたあれがあるんじゃないですか、ね。じゃあ YD って付けたって内容一緒やん。そうですよ。なあ、うん、読みなっていうそこもやっぱりイメージ悪いとか人材が、うん、あ女性の人多いよな。そうですね、多いですね、女性もね。やっぱり男性とかもう昔なんか、うん、あのカメラ。足さんと亀足っていうのは、はいはい、俺、足になることやと思ったから、カメラさん。おそれの足やと思った。はいはい、亀足、亀足。で、アシスタントやった。そうですね、カメラアシスタント。あのケーブル持って、はい、昔なんかバーンって蹴られてたもんね。蹴られてましたね。うん、でも、それがええか悪いかは、な、やけども、真剣にやってて、ほんで、それで教わってっていうのもあるっていうし、うん、でその後、そのな、蹴った人が、終わってから飲みに連れてとかも分からんやん、はいうん、そういうのもあるからやっぱり何でも俺は申し訳ないけど優しさだけでは何でも伸びるもんではないと思うで、うん、いや褒めて伸ばさなあかんとは思うけどもその優しさだけでは成長しますか今でもほんま厳しいですよそれあそう俺はあかんもういやガラパゴス僕も香港さんよりの考え方ですけど、うんもうでもほんまにもう今こう若手のいわゆるそういう AD とかそんなもうちょっとでも言ったらもう受けへん経へんもあるしすぐそのがまたその上にこう言うて陳情をちぐまあ言ってでそっからまたオンパワハラやみたいな降りてきて降りてきてもう何もできんほんならもう何も欲しいの盗めやってそういうことになってくるんですよそうやろ、はい、うん見てってだけどそんなんてもう師匠とか弟子とか、もう、まあ、ほんま、志して、噺家さんとかって、そんなん、俺らの芸、はいはい、漫才さんのお弟子さんとか、なくなっていくよな。うん、ほんまに、全部、相撲部屋も。まあ、ほんそうですね。ほんま、うん、な、師匠っていうのはなくなるよな。指定関係ね。うん、なんやねんって。まあ、そのね、徹夜とかも、まあ、たまにあったりしますけど、でも今もこのなんか、働き方改革とか、もう絶対6時とかには帰らさなあかんとか、うんうん、週休は絶対2日ね、うん、取らなあかんとかってあったりするんでね、そういうのもあるから、なかなかね。うん、うん、あれやで、電話も、電話連絡ってほとんど、あの、昼間しかせえへん。あ、マネージャーさんに。で、日曜日はもう、折れへんな。電話、取れへん。休んで、はいはい、だからもう吉本もすっごい働き方が高い。高いですね、そうだから、あの、夜中もメールとか、はいはい、もう俺は、あの、分かったらすぐ教えてくれって言うから、だけど、けえへんのもあるし、ほんで、こっちがもう打ちに行くし、うん、どないして連絡したらええねん、はいはい。夜中飯食いに行っとって絡まれたりしてな、うん、誰にってなるやん。確かに。うん、そうそうそう。だそういうところのコンプライアンスの電話番号はあんねんけど、おうん、直通のそういうのがね。そうそうそう、うん。そんなもあるからもう、すごいな、これ。だ昔のだってマネージャーさんとかでもずっと、もう四六時中そんなもん電話いつでも出れますぜ、みたいなノリやったでしょ、そう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 。昔なんか、ある芸人さんが夜中、ずーっと、うんうん、あの、
あることでずっと意見言うても、電池もう携帯めっちゃ集まるもう携帯それもうで、たわいもない話もな、聞かなあかんとか、はいはいはい、俺はもうほとんど要件だけ、要件だけ。だから前のスケジュールとか分かったらもう3時以降は受け付けへんぞと、夕方やで、お前日なんかありえへんや、はいはい、明日これですよっていうのがどうですか、思えたら3日前とか、はいはいはい、じゃあ忘れるのもあるけどもさ、うん、前日まで3時までに、次の日の仕事の連絡来へんかったら俺もう行けへんでってもうそれでも遅れてくるのはもんな、もういつ分かってたんこれって、いやもう先ですとかこのカットが多めだ、まあ仕事少ないけどねだからもう俺直接のディレクターに電話すんね次入ってるみたいな、もう何時とか、はい、もうそ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 う、そんな感じでございますし、YD 若手 D つらいよな、 おっちゃん AD のことな、ね、うん、ヤング D って言われたらね、いや俺はそんなヤングでもないねんけど、ね、YD だから、うん、あれ大阪弁やねん、 YD やなディレクターやな、お前なんや、あ、YD YD ですディレクターなっとるいうことにもなるやんな、まあ、そういうとこでほんまにもう大変な時代になってきましたよ ね、うん、まあそんなんでございます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。